これとでも合ってるじゃないですか、色は。ね、一応ね、うん、コンセプトは、クッションコール、お化けだ。大人ですね。アダルトな。まだまだまだじゃないですか。いやいやいや。マフラーはね、お尻だけね、あの駿河のね、ワンオフ。それだけでだって100万くらいするんじゃない？全然。この付近、一般道ゾーン30エリアです。うっせえな。はいはい、これってクロスラインじゃないですか。はいはいはい。もう最初から狙ってたんですか、クロスライン。あのね、これ、この平成27年なんですけど、40系の最終の方ですよね。そうですね、そうですよね、うん、この車ね、12月の11日俺誕生日なんだけど、その日に契約してんだけど、そのね、ちょうど1ヶ月ぐらい前に、はい、あのマセラティ買ってたのね、あの注文オーダー入れてたので、まあそれが半年待ちぐらいだったんだけど、はい、で、まあ、レクサスにもこの内装赤黒はい、の F スポーツ作ってくれなんだ、作れなんて言ってたんだけど、あのなんだっけな、 L セレクトだな、あはいはいはい、あれじゃねえと作れんなんて言って、でまあ一回じゃあマセラティ流れるねってマセラティ買って、うん、でその1ヶ月後ぐらいしたらディーラーから電話って、いや倉本さん言ってたあの赤黒が1年限定で販売されることになりましたって、いくらだなんて言ったらね、まあマセラティよりは全然安い、まあまあまあそうですよ、比べたらね、でまあ、マセの方にちょっとキャンセルできるかなって言ったら、まあ、たまたま今同じね、頼んでるオーダーあるから、その内装の赤でっていうの入ってるから大丈夫だなって言ってもらって、ほんでこれ良かったです。このね、この内装やっぱね、汚くてごめんなさい、いいですよ、ね、うまくこうかわしながらいやでもいいですよね、この赤黒ね、やっぱ被、ね、らないし、ね、基本的にはね、台数少ないですよね、そうですね、あんまりほぼ見ないですよね、中古市場でも、でもね、俺はもうあのバカみたいに走ってるから、もうバカ、え何が、いやもう距離ね、距離今どのくらいですか、今これ丸6年で15万、早いなんか誰かと似てるなそう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 すげえ、だって誰かと一緒に走ってっからね、あーそうか、あーそれもありますよね、クラブでね走ってるつも、距離すごいもんな、移動距離が、もうね売るに売れねえから、もうこれはね、あのもう取っとこうと思って、いやいいっすよね、限定車だしね、多い、こう足回りってこれサスコンだけですか、そうエアサスコンだけですね、で22インチでしょ、22、でけんの、でも乗り越し悪くない、いやいいっすね、いいっすね、あれこれ単造っすよね、単造だから軽いんですよね、アメタンってやつ、アメタンだから、これが300万ぐらいでしたっけはいはい、そうですよあれ乗られちゃいましたでもやっぱ単造軽いですよね、ね比べると、軽いのか なんだかでけえから重てえけど、サイズがでかいですからね、そうね、ただ乗り心地悪くないですよ、悪くないと思うっす、悪くないです、悪くない、なんだ、冬タイヤ、純正アルミに冬タイヤ履かして、はいるんだけど、スタッドレス、その純正アルミ履いた時はやっぱり、ああ違うなみたいな、ソフトっすよね、
っぱ結構乗ってるから会長っすね。じゅんさんのもね会長だったっす。マキさんハンドル塗ったのこれ。そうそう、なんかあれだって違うなと思って何時とこ握ってんでしょうね、うん、そうそうそう、どうしても革の辺も跳ねてきちゃって、そうそうそう、うん、それどのハンドルもそうですよね。うん、ギュッギュッてみましたよ、うん、まあまあかな、全然いきますよ。赤黒ってのがやっぱねポイントですね、クロスラインの。そうっすね、うん。
Thank you.